どうも、山田です。お願いします。本日はですね、ビタミン D の話をします。はい。今日の話、本当に絶対聞いた方がいい。もうFMS から、この、盆剣になって、このトータル全部含めての話で考えたときに、一二を争う勢いで見た方がいい放送になる。うん。この放送見終わったら、あ、絶対ビタミン D 取ろう。もう一生取り続けようって思えるはず。うん。そう思ってもらえるように頑張って伝えるっていうぐらい、ビタミン D って、めちゃめちゃ重要です。ドラッグストアで唯一、ちゃんと意味があるものやと思う、サプリの中で。うん。じゃあ早速本題に入っていきましょうか。そもそも論ね、本田家山田をね、ビタミン D って言うけど、ほんまに不足してんの？と。使用性ビタミンやで大丈夫？取りすぎの心配とかないの？大丈夫？って思いますよね。できればやっぱり避けたいというような方もいらっしゃるかと思います。はい。安心してください。大丈夫です。はっきりと不足してると言えます。はい。断言できます。もうはっきり言う。不足してるよ。みんな不足してる。私も含めて。みんな不足してる。うん。ほんまに不足してるんで、ちゃんと解説しますね。ビタミン D、いかに我々が不足してるかっていうことを、まず、理由を2つ、説明します。はい。2つ説明しますね。はい。まず1つ。厚労省の調査です。はい。国民健康栄養調査っていうのが厚労省の調査であるんですけど、それを元に言うと、ビタミン D を摂取した方がいい目安が 8.5 マイクログラムっていう、ビタミン D ってちょっと単位がいっぱいややこしいんですけど、基本的に日本では一応マイクログラムが採用されてます。で、国際基準で言うと IU っていう単位になるんですね。目安で 8.5 マイクログラム、IU で言うと 340IU です。はい。日本は 8.5 マイクログラム取ってね、340IU 取ってね、それが目安だよって言われてるんですけど、実際は、5から8マイクログラムぐらいしか取れてないと。うん。年齢を重ねるごとに、実情が上がっていくんですけど、これなんでかっていうと、基本的には食生活ですよ。お魚とかキノコとか、そういう菌種類に多いんですよね。ビタミン D って。で、今の日本人の若い人が、魚日頃から食うかって、やっぱ食わないんですよ。やっぱお年を召されてから、食生活が穏やかになっていって、和食になっていくよね。魚よく食べるようになったよね。焼け魚食べるよね。とか、刺身食べるよね。っていうことで、年を重ねるごとに、摂取量が増えていくっていう傾向にあるんですよね。なので、若者では基本足りてない。じゃあ、そんだけ日頃から焼き魚とか生魚を食べる人でも足りてないと言われてるんですよね。で、コロナの兼ね合いもあってね、2020年にこの摂取目安量の基準が改定されたんですよ、実は。前は 5.5 マイクログラムやったんですよ。こんだけ取ってくださいね。それが摂取目安量ですよっていう国から言われてたんですよね。5.5 マイクログラムからコロナの兼ね合いで、8.5 マイクログラムまで引き上げられたんですよ。それぐらい、足りてないって国が認めてるんですよ。ね、わかります？そういうことなんです。で、これを聞いてね、いやいや、日本はちょっと信用できんと。うん、いろんなことがあったんで、ちょっと日本のデータちょっとね、っていう方もいらっしゃると思うんで、私の動画なんでね、はい、海外の、データを持ってきました。はい、不足してる理由二つ目は、ネイチャーの論文です。はい、ネイチャーってわかります？むっちゃ簡単に言うと、すごい論文ばっかり載ってる雑誌です。はい。そのネイチャーに載ってる論文です。もうそのネイチャーに載るってやばいことなんですよ。ほんまにやばいことなんです。もう、世界有数の頭いい人が書いた論文しか載らないよねっていう論文界の最高峰に達してるのがネイチャーなんですよ。そのネイチャーに載ってた論文の中のさらにメタ分析です。はい。インドアで働く人の9割がビタミン D 不足ですっていう結論の論文があったので、これを引っ張ってきました。はい。これがですね、過去に行われた71件の研究をまとめた、人数にして 53,345 人分のデータを精査したっていう、メタ分析です。はい。非常にありがたい研究ですね。で、これを研究内容が、職業によって個人のビタミン D レベルがどんだけ変わんのっていうことを調べたというような研究になってます。はい。で、これを、ざっくり4グループに分けたと。はい。1グループ目がインドアで働く人。で、次がアウトドアで働く人。で、3番目がシフトワーカー。シフトワーカーってわかります？日勤もするし、夜勤もする、なんかいろんなコンビニで働く人みたいなことですね。はい。いうふうにイメージしてください。3番目がシフトワーカーですね。4番目がヘルスケア職ですね。要するにだから、お医者さんとか、うん。
そういうヘルスケア関係で働いてる方、この4グループに基本分けたと。その結果、インドアで働く人は全体的に 90% がビタミン D 不足だったというようなことが分かってるんですよね。すごいですよね。やばいでしょ。9割ですよ。だからほとんどの人ですよ。で、一番足りてなかったのはシフトワーカーです。シフトワーカーの人で、全体の 80% がビタミン D 不足やったんですよ。だから、日勤もするし、夜勤もするような、その不規則な働き方をする人っていうのは、やっぱりビタミン D が不足するんですよね。で、さらに、専門医、さっきヘルスケア職って言いましたけど、お医者さんとか、そういう健康に対する専門家であったとしても、およそ 40% がビタミン D 不足でしたと。だからそういうプロであったとしても、40% はビタミン D 足りてなかったよと。で、さらに、アウトドアで働いてる人も、全体の 48% が不足してるんですよ。これめっちゃ意外じゃないです。っていうのは、ビタミン D って基本的には日に当たることによって、日光浴することによって体内で生成されるビタミンなんですよね。要するに、アウトドア流行ったら全然 OK やんって思いますよね。でもこの実験で言うと、メタ分析で言うと、ネイチャーの論文で言うと、アウトドアの人でも全体の 48% が不足してたんですよ。ということはですよ、もうね、外に出て働くうんたらかんたら関係なく、もう現代人やったらビタミン D 足りてる人の方が珍しいやんけっていう話なんですよ。わかりますか？私が以前の動画からずっと大丈夫、全然足りてない、大丈夫、もう使用性とか関係ないからって言ってたのはこういうことなんですよ。そう、だから本当にね、我々足りてないんですよ。さらにコロナでしょ。自粛、外に出ない、オミクロン、なん、いろいろ言ってますよね。ね。もう、太陽に当たる機会がことごとく減っているんですよ。で、さらに食生活は、もう和食から離れて食の欧米化なんでしょ。絶対足りてないですよ。足りてるわけがないんですよ。だからビタミン D 絶対取った方がいいですって私ずっと前から言ってるんですよね。はい。じゃあ、ビタミン D が不足すると体にどんな悪影響があんのんっていうことも解説しておきますね。10個紹介します。長くなるやったらあかんからさーっと紹介しますね。はい。まず一つ目、癌の発生率上がります。次、高血圧になります。次、心疾患の死亡率が上がります。はい、次、脳機能が衰えます。次、肥満になります。次、骨が脆くなります。アルツハイマーのリスクも上がります。うつ病や不安症にもなりやすくなります。アレルギーのリスクも上がります。さらにコロナにもなりやすくなります。こんな感じですね。どうですか？ビタミン D ちょっとはもうこれで取ろうと思いませんね。やばいでしょ。だからほんまにね、ビタミン D 舐めちゃダメなんですよ。じゃあビタミン D ってどうやって取るのって思いますよね。さっき日光浴って言いましたけど、まあ、日光浴の他に何かあんのっていう話なんですけど、基本的には、ね、やっぱ日光浴です。やっぱさっきから言ってるように、その日に当たることによって生成されるよね、なのでその前提でやっぱ体ができてるんですよ。だから基本は日光浴なんですが、じゃあ他に何かあんのっていうと、基本的には次の2つです。食事とサプリメントです。はい。もう日光浴が無理なんやったら次の自然に頼る部分は何なのってなったらやっぱり食事ですよね。っていうことは、やっぱ食事から取るのがやっぱり次にはよろしかろうかと。で、それで取りきれない分をサプリで取ろうねっていうのがやっぱり基本的な考え方。ゆえに、日光浴、食事、サプリ、この順番やと思います。はい。もう一個理由があって、これ面白いんですけど、日光浴だとビタミン D が過剰になることってないんですよ。これ面白くないです？サプリメントで取ると過剰摂取がとかって言っていろんな不調が起きるんですよ。そうなんですけど、日光浴だと体がちょうどいいところでビタミン D の生成を止めてくれるんですよ。すごくないです？だから要するにそれぐらい自然のその光によって生成するようなものの前提だよねってことなんですよ、ビタミン D が。はい。なので、ぜひ日光浴してほしいんですよね。だから日光浴してほしいんですけど、ここで女性の方思いますよね。いや、ちょっと日光はって思いますよね。日焼けがとかって思いますよね。なんか皮膚がんがとかっていう話とかも聞くじゃないですか。はい。じゃあこれに対してですね、ちょっとお話をしていきましょう。はい。日光を避けることによる健康へのデメリットっていうのがあります。はい。日光はちょっとっていう、その皮膚がんがとか、なんかそのね、日光の、当たることによるなんかいろんな、嫌な話いっぱい聞きますよね。はい。それを払拭しましょう。はい。日光を避けると死亡率が爆上がりするよっていうような研究があります。はい。カロリンスカ大学が行った、29,518 名のスウェーデン人女性を対象にした、研究ですね。全員の20年分の健康データを統計処理したっていう非常に手間のかかった研究ですね。これの結果ですね、日光をよく浴びる人ほど心疾患の発生率が低くって、癌にもかかりにくくって、寿命が 0.6 から 2.1 年長いというようなことが分かってるんですね。さらにですよ、喫煙者で日光浴をする人と
非喫煙者だけども日光浴しない人。わかります？もう一回言いますね。喫煙者だけど日光浴する人。タバコ吸うけど火浴びるよ。非喫煙者だけど、タバコ吸わないけど日光浴もしない人。これを比べ、ついでにこれも比べてるんですよ。どうなったと思います？死亡率がほぼ同じだったんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、日光浴しないっていうのはタバコ吸うのと同じぐらい健康へのデメリットがあるってことなんですよ。これびっくりじゃないですか。要するに日光浴びないっていうことはそれぐらい、まあ言い方悪いけど悪なんです。タバコ吸うのと同じぐらい悪なんですよ。じゃあ日光浴しても皮膚がんとか大丈夫なんて気になりますよね。いろいろ聞くじゃないですか。はい、結論から言います。大丈夫です。適度な日光浴で皮膚がんになったっていうようなデータは存在しませんと、海外の、もう誰とか言うのめんどくさいから言わないけど、ビタミン D の超権威、もうビタミン、日頃からもうビタミン D のことしか考えてませんみたいなおっちゃんがおるんですよ。この人が言ってます。要するにエビデンスないってことなんですよね。我々が日頃から聞かされていた、日光浴したことによって皮膚がんになるんじゃないのみたいな、そういうのはエビデンスなしです。はい、もちろんね、強い日差しを浴びすぎて、もうさ、サハラ砂漠のさ、なんかサンシャインみたいな、なんかそんなんで、もう肌がジリ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 焼けて、そんなんは別ですよ。普通の日本でそんなことはなんないじゃないですか。普通に日光浴してる分には全然問題ないということなので、遠慮なく日光浴してもらって大丈夫です。はい、なのでまずは1日30分ぐらいの日光浴を心がけるのがよろしかろうかと思います。で、じゃあこれを聞いたらね、なんかこうベランダにね、なんかあの椅子なんか敷いて、なんかこんなことせなあかんのかなとか思うじゃないですか。そんなことしなくていいから、別に散歩とかでもいいし、あとはもう極端な話、カーテンさって開けてここに立っとくだけでもいいし、まあ、隣近所から見たらすげえ怪しい人ですけど、あとは窓のところにちょっと手出しておくだけでもいいと思います。無理な人はね、まあほんまはね、散歩とかで浴びる方はいいと思うけど、はい、まあそういう風に1日30分ぐらいを心がけて目安としてやってみたらいいかなと思います。はい、ここまで聞いたらちょっとビタミン D いいかもって思ってきません？思ってきましたでしょ。はい、じゃあさらに畳みかけるように、ビタミン D を取ることによるメリット、これを解説していきましょう。はい、ビタミン D を取ることによるメリット5つ紹介します。まず1つ目、慢性痛に効果がある、こういうビデオスが出てます。はい、実はですね、ビタミン D を取ると、慢性的な頭痛あるいは腰痛とかこういった、疾患とかって、まあ慢性痛ですね、こういうのに効果が出るというようなエビデンスが出てます。はい、紹介しますね。これが2016年に出たメタ分析ですね。